こんにちは、おみです。今日は私のクォーターをオーバーホールしたいと思います。まあ、もちろん私監修なんですけどね。クォーターは事前にバラバラにしておきました。来たらバラバラになってます。いやね、だってクォーターももう買って2年になるんですけど、実はオーバーホールしたことなくて、で今回この機会にですね、新たなパーツも導入していきたいと思います。まあ、軽く紹介すると、こちらもクォーターのフレームですね。かなり全部オールカーボンでかなり軽いです。チューブレスね、ちょっとやめて、マビックのね、パワーリンク、グリップリンクっていう結構良さげなタイヤを、今回クリンチャーなんですけど、このブリヂストンのね、軽量なチューブも買ってあるので、これをつけていきたいと思います。であとはクランクはちょっとね、投資するには高かったんで、今のまま5800の105の165かな、クランク調がを使います。で新しいチェーンにも当然変えるし、でコンポね、このクランク以外のコンポは基本アルテグラ6800のアルテグラですね、これを装着していきたいと思います。でこれ私からのプレゼントだけど、ピンクのスパカズのね、アルミのね、軽量なボトルケージね。そうやろ、ピンク好きやからさ、これ見た時、あ、これ買わなあかんってもう買った。でバーテープもフィジークの薄ピンクね、このクォーターのこのピンクのカラーに合わせてバーテープと、ボトルケージは新規1点、2020年モデルを作ります。あ、2020年仕様に。モデルっていうからわからなかった。2018年モデルのフレームやけど、まあ2020年仕様にします。じゃあ、はい、なるほど、新年を迎えるということですね。そうそうそう、まあ、アルテグラにするから多少変速のタッチとかは軽くなると思うよ。変速性能はそんな変わらんと思うけどね。うん、まあ、アクセサリーはここに向けてね。でアウターケーブルね、これアウターケーブル、アウターケーブルは結構ね、私が見た限り状態良かったから、そのまま流用しようと思います。ただしインナーケーブルはちょっと全部変えようかなと、うん、まあ使えるかなと思ったけど、一回ね抜いちゃうと、まあ、バラついちゃったから、もう新しくします。ってなことで早速ちゃちゃっとやっていきましょう。はい、あれ以来、トレック以来、トレック改造以来、覚えてる？いや覚えてない。もう私もあの時とは全然比べ物にならんぐらい触ってるからね。もう自分の中ではもうすぐ何時間できる、もう2時間ぐらいできるんじゃない？2時間ではできるよ。あんなにかかったのに、去年っていうか数ヶ月前ね。いや余裕っすよ、もう頭に入ってる、マニュアルが頭に入ってる大体。うん、まあ、ただ得意なのは新しい、まあ、R7000 の105とか9100デュラ S とか R8000 とか、あの形が得意なんだけど、シャドウデザインのこういうね、一個前のやつはちょっと、まあ私もあまり組んでないから、まあ楽しみっすね。いや、まあとりあえずやっていこう。基本的なことは一緒なもんで、でまあ補足説明すると、ここね BB ね、蓋開けてみるとちょっとね、これ圧入されてて特殊工具いるんだわ、外すのに。だからちょっとやめた今回は。うん、ここはね分解せずにいきます。じゃあやりましょう。どうしようかね、どの順番からでもいいんだけど、カセットスプロケットから交換する。
お、積極的やん。あのね、立ってやった方がいい。立ってこうやってここに体重乗せる感じやつ。どこまで？いいよ。そして、OK、で、全然大丈夫。で、今回ね、あのメンテしやすいの上に60ミリバルブ使ってます。キシリウムプロやと50でいいんじゃないかな。40とか50でも全然いいと思うんですけど、あのやっぱバルブ調長い方があの空気入れやすいですし、こうやってね、この時あとじゃあこう開放しながらこれ全部こう入れる。ワンタッチまっすぐ入れる。まっすぐ入れないと折れちゃうからね。でこれ入れたらプッシュぐらいに、ぺっちゃんこになってるのが、ぺっちゃんこになってるのが嫌だから、一応これで。あのパワーリンク、グリップリンクは前後があって、グリップリンクが前だったかな。グリップリンクが前で、パワーリンクが後ろ。で、矢印の方向が進行方向に行くように。こうやろう。リアで言うとこうやろう。分かりやすいやつ。両手右じゃん。で、クイックリリースが左側じゃん。あのこう、こうやろ。こっちが前。こっちが前。カメラ側が前。に、この矢印が行くようにつけて。で、その時に、まずそこまで OK。そしたら、ここ。バルブの、ここに、あの、ロゴ合わせるとかっこいいから、こうやってまず収めます。バルブの位置ね。このままかっこよくない？揃えて。入ってないじゃない。あ、かぶせただけ。お前かぶせた。こういうふうに、こういうふうに半分、半分。はめるってか。半分はめて、こうやって。で、あとは、この間教えたように、パンク修理の要領で、まずバルブから入れよう。バルブから入れよう。バルブから入れて、そしたらこうやって寝かしてこうかぶせるように反対側から反対側からこういう風にしてバルブと反対側から少しずつ入れていく。こうやってこうやって揉んでこういう状態、もうチューブちゃんと中に入ってるかをバルブを起点にして一周確認して、これ悪いね、これ悪いね。タイヤのビードとリムの間にチューブが挟まって破裂するからバーンって、こうやってね、こうやってね、こうやってもみもみしていくと入っていくから、うん、見えてるとこないからね。ほら、クォーターの中身はこんな感じ。カーボン貼ったる跡が見えますね。でもね、フォークもそうなんだけど、カーボンだったよ、ちゃんと。トレックのやつはね、アルミだからね。ちゃんとオールカーボンというか、クォーターで、今ベアリングね、ちょっと汚かったからめっちゃオールついて、その後グリスたくさん塗って、もう一回元の状態も、ほら、切ったね、切ったね。よし、次。ほら。うわ。なんか大掃除って感じやね。そうやで。うん、そうやで。そうやで。そうやで。あとでフレーム拭いたって。うん。
一番上でいい、うん、別に下じゃなくていいよね、うん、失礼。ちょっとお待ちを。確か5ミリ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 。ヘッドボール。いいよ。もういいよ。これ締めすぎたらあかんよ。ここ締めすぎるとハンドルがこういう風にうまいこと回らなくなるからね。仮止めでホイールはめた時にセンター合わせるからある程度動かなくなるぐらい。次何つけようかな。何でもいいんだけどね。じゃあスティアレバーつける。スティアさっきの5ミリ、5ミリめっちゃ使うから5ミリ。これをちょっと緩めて半時計ね、もうここからこうやってで緩めなきゃいけない。半時計外す、あんまりやりすぎるとこういう風に外れちゃうから、やりすぎると注意。いや一回待って、ここと平行になってるか見るといいかもしれない。どこまで？やっちゃいまっしゃい。ここ。ここね。床付け。うん。こうやってしたときにな、ここが1ミリから3ミリで、かつここの向き、こうやってみてつけてみて、こういう形こうね、
向きも気をつけて上から。何の確認やって、そんなとこで確認せんでいいって。だってさ、ここの幅やろ。違う、ここない、ここ、ここだけ幅は。そう、でも向きもある、ここ分かる。ここの取り付け方で向きがあれんって、まっすぐしつけると、こっちが、ここの端っこがこっちに寄ったりとか大変なことになって。あとは、これをこうつけるんだけど、その時な、このボルトあるでしょ、ここのボルト、ボルトがあるんだけど、これがここに当たる向きをね、だからこうね、こう、こうやってつけてここに当たる、こうね、うん、それはサイズちゃうから、5じゃないかな、それ5かな、5かもしれない、全然違う、5やな、5やな、やってみて、5、5、こっちが、ここがボルトがこう当たるよ、ティッティッティッ、イヤーディレイだから。ブレーキはここ、こうやって開いた時にここな、ここに通す、このケーブル今アウター入れたから、はい、でちゃんと狙って隙間から、出た、もう一回出た、出た、同じ要領、要同じよ、もうやや、今何時よ、はい、続いて、そう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 、リアね、リアはちょっとちゃんと慎重に入れて、あの毛羽立っちゃうから、優しく、出た、そしたらここに通す、ここに、ここ、これを、うん、ここ通して、とりあえず押してスポッて、ここに、いやいや仮止めできてね、あ、ほんとや、びっくりした、すごい、そうそうそう、 OK、寝かして、で、持って。だから、初期伸び取ろっか。初期伸び取るってわかる？うん。うん、回ってる、合ってる。そしたらもう STI 入ればカチャカチャしたらさ、動くからさ、でもまた引っ張りながらじゃなくて意味ない。こうやって。入れて。こうやって、引っ張りながら、こうやって。
で、トップのところが一番緩いからここで止めましょう。ここにワイヤーとこうやって止める。これは4mm 黄色おる。ほら、黄色黄色。閉めるんけ？いや、開ける開ける。ワイヤー通すか。いいよ、一回勉強のために取りな。あ、ここの溝切りのとこに。そう。ボカンくなるので、それでいいよ、それでいいよ、仮止めでいい。じゃあ初期伸び取るから、さっきみたいにカチャカチャして。下ろせ下ろせ下ろせ。はい、動いてる動いてる動いてる。はい、もっと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 。今初期伸びだ、もっともっともっと。もっともっと。はい、戻して。解放して、少しだけでいいよ。解放して。解放した？うん。したら、もっと。解放した？引くよ。よし、これで止めて。とりあえず止めて。押さえてるか。これも今仮止めで、あの初期伸び取る。わかる？動いてる。これでいいよね。一番これがワイヤー緩い状態ね。ワイヤー緩い状態から初期伸びとかあるから、こうやって上げていくとワイヤー張っていくんだけど、最後入らんよね。入らんね。最後入らんってことはワイヤーが張ってないから、こう半分で回していくと結構回ったんですね。入った入った。プロ系がちょっと消耗してるから買い替えなかったんだけど、こんなんじゃない全部入るね。今はこれワイヤーの位置で、ワイヤーの針こんなもんでいいと思って、あ、けどまたほら無理。Thank you.
張りながら、でも出て、まず出て、うん、ちょうどさ、穴隠れるここに重ねる感じで引っ張りながらやります。これも好みや。2分の1で巻く人もいるし、クッション性をね重視する人、完全に逆光なんだけどね。